平野紫耀、新たな舞台へ、飛べ遺跡で広がる未来と新たな展望。キングプリンスへの一員であった平野紫耀がジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が立ち上げた芸能事務所、飛べへの所属を発表してから、彼の未来には多くの期待が寄せられています。 さらに、元ジャニーズ JR のインパクトオーズ改めイムップも飛べに加わり、業界内外から注目が集まっています。この記事では、平野紫仕様の今後の音楽活動、ドラマ出演の可能性、そしてトベが芸能界に与える影響について探っていきます。第1章、平野紫仕様の未来、ソロ活動と新曲の期待。 平野の仕様のインスタグラムフォロワー数が急増している背景を解説キングプリンスを脱退してからの平野の動向と予想される音楽活動トベの新たな仕掛けとして期待される元キンプリ組の新曲発売。第2章、トベの勢力拡大、他所属タレントの加入と今後の戦略。 滝沢秀明氏が立ち上げた戸辺への注目と期待元ジャニーズ JR グループイムプへの加入と戸辺の新たな可能性戸辺がジャニーズ事務所との競合に勝つための戦略と展望。第3章、平野紫耀の新たな舞台、テレビドラマ主演の可能性と視聴率の見通し。 平野紫仕様のドラマ出演に対する業界内の反応と、期待テレビ局での平野主演ドラマ企画の進行状況と、可能性平野仕様のドラマ出演が視聴率に与える影響と予測。第4章、飛べの広がる未来、芸能界に与えるインパクトと可能性。飛べ所属タレントの独自の魅力と、 今後の展望レコード会社との連携による新たな音楽シーンの創造とべが日本の芸能界にもたらす影響と将来予測。第5章、ファンの期待と今後の展望。ファンの平野仕様に対する期待と応援の声平野仕様の今後に対する予測とその可能性芸能界での飛べの地位を築くための重要な要素とは 平野紫仕様の戸部遺跡と元ジャニーズ JR グループイムプへの加入により、戸部の勢力が拡大していることは明らかです。ファンは平野仕様の新たな音楽活動とドラマ出演に期待を寄せており、業界内でも彼の動向に注目が集まっています。一方で、 トベは他の芸能事務所との競合にも直面していますが、独自の戦略とタレントの魅力によって芸能界に新たなインパクトをもたらす可能性があります。これからの平野市王とトベの動向には目が離せません。